みその橋通りの交差点に設置された案内プレート、みその橋801商店街は、京都市北区にあるみその橋通りを中心とした商店街である。みその橋に沈めから、みその橋通り沿いに、西へ800メートルにわたって続く、京都市最北の商店街である。正式名称は、みその橋801商店街振興組合。商店街名称にある、とは、 商店街の全長距離である800に未来への発展を願って位置を加えたもの。当初は、味噌の橋商店街共同組合として発足し、法人化を機に現名称へ変更した。軽野菜のカモナスをもとにデザインされた801ちゃんは、商店街のマスコットキャラクターである。商店街が公認した、小島アジの漫画、隣の801ちゃんのヒットで、一躍有名になった。 商店街各店舗や公式サイトから関連グッズを販売しているほか、イベント活動を通じて各地のゆるキャラと交流を深めている。例年秋には、味噌の橋801フェスティバルと称するイベントを開催。商店街関係者による屋台が立ち並ぶ中で、フリーマーケット、ゲームやステージショーが行われている。いずれも、芝市停留場上鴨味噌の橋、または、 大宮田尻町、大宮総門口町にて下車する。ありがとうございます。